校ではですね、3つの階級というかですね、3つの、グループがあります。それ何かっていうと、実は小学校から入学してきた人、中学から入ってきた人、で、高校から入ってきた人、この3つのグループがあります。で、内部的にはですね、中では何て言われてるかっていうと、実は小学校から上がってきた人たちをスーパー内部と言っていて、中学からの人を内部、で、高校から入ってきた人が外部という形になってます。で、当然ですね、高校から入ってくる人たちが、小学校から入ってくる人たちも、高校入った人にはやはり頭がいいんですが、偏差値が高いんですが、ただですね、面白くて、結構ね、小学校から入ってきた人たちなんかは、お金を持っていたりとか、親の経歴が素晴らしい人が多かったりするんで、そう見ると、社会で意外とね、小学校からの人が成功したりもするんですが、で、そういう感じになってますと。で、人数的には確か、中学の時は200人ちょっとですね、200人ちょっとで、40人実は高校に行けないで落ちます。で、落ちて、その160人ぐらいが中学から高校に上がって、そっから多分ね、80人ぐらいかな、プラスされて全部で、240とか250人ぐらいになるというイメージが中学から高校です。で、僕中学から入ったんで、小学校から中学校に上がる時も数人、確か落ちたら数人って聞いたから、スーパー内部が多分ね、そういう意味で言うと、高校外部と言われて、外部と言われてる人が80人ぐらい。で、内部と言われてる人が50人ぐらいかな。で、あとスーパー内部と言われてる人が120人っていうのが、我々の頃のイメージだったかなというふうに思います。で、今お話したように、結構ね、だから、小学校から上がってくる人たちのが非常に育ちがいいと。で、僕中学から入ったんですけど、中学入った時に205人、205人生徒がいて、僕の同級生205人のうち、親がサラリーマン、なんと2人しかいないと。いうぐらい、非常に、国立っていうと、なんかどちらかっていうとね、国民に広く文句広がれてるんで、頭のいい子が入ってるみたいなイメージですが、実は意外と育ちがいい子ばっかりというのが、中学でした。で、高校から入ってくる人たちは、やっぱり、テストで入ってくる人たちが多いんで、普通のサラリーマンも結構いたんですが、そういう意味で言うと、250人中、スーパー内部、内部、外部という、構成で、生徒たちが成り立っていたと。ですね。卒業生、筑波大附属の卒業生、どんな人がいるのって話ですが、我々の、同級生ではやっぱり同級生が、卒業生からして一番やっぱり有名なのは鳩山一家ですね。鳩山一郎であるとか、あと鳩山邦夫もそうかな。だから、ね、最近で言うと、有名なっていうと、例えば鳩山さつきとか、野村萬斎とか、段文とかやったりかなっていう感じですね。あとやっぱり私競馬の人なんでね、実は競馬の神様って言われてる大川慶次。あとはですね、日銀総裁とかね、そういう財界とかですね、そういう系の方は結構大物がいるんですが、芸能人っていうと、僕はこれありましたね、羽田エリカっていうね、ちょっと年上に2つか3つ、羽田エリカとか、それぐらいですかね。だからそういう意味で言うと、非常に、それも総理であるとか、そういう政治家、財界人は非常に多く出してる学校だよっていう感じですね。だからそういう意味で言うと、やっぱりね、一番これから有名なのは間違いなく久々だなっていうふうには思います。次はですね、うちの筑波大附属の部活に関してお話しようかなと思います。で、部活なんですが、非常に多分他の学校よりもかなり、種類があったと思います。ちょっとね、亡くなった、僕がもともといたラグビー部なんかもそうなんですが、亡くなったのもあるんですが、非常に多くの部活があります。で、それこそ軟式、テニスも軟式、硬式両方あったり、それこそさっき言ったね、特殊なんで馬術部とか、ボート部とか、こういうの多分日本であるとかほとんどないと思うんですね。なので、ありとあらゆるのから選べるのかなと思います。でもあれですよね、久しさまに帰ってほしいって方いっぱいあるんじゃないかなと思うんでね、勧誘活動は大変なんじゃないかなと思います。語学優ができるかどうかって話もあると思うんですが、確かにね、さっきお話したように、やはり下から上がってくる生徒が非常に多いので、最初やっぱり外部だと、馴染むのに少し時間がかかるという感じはあるのかなとは思います。ただ、うちの今までの僕の代を見てると、やはり最初の数週間ぐらいかな、やっぱりちょっと内部との差を感じるの。やっぱりあとは、今となっては卒業した後なんかも、それこそ、スーパー内部だろうが内部だろうが、それもあと、中学から高校に上がれなかった友達だろうが、それこそ高校のから入ってきた人だろうが、実はもう筑波大附属というコミュニティはすごく、絆が強くて、僕こんなに強い絆見たことないってぐらい絆が強いので、そういう意味で言うとすぐ、馴染めるのではないかなと思ってます。で、よくね、僕、
大学慶応なんですが、慶応っていうと非常にそういうコミュニティが強いって言われてるんですが、慶応なんかよりもその何十倍もうちの筑波大附属、コミュニティ強いです。で、僕実は大学でその同級生の幹事をやってるんですが、250人同級生卒業生がいて、大体ですね、まあ、4年に1回ちょっと去年はできなかったんですが、コロナでできなかったんですが、同窓会やるとですね250人の卒業生、学年の卒業生で、僕今42なので44なので、卒業してから卒業して25年後に250人の卒業生がいて、同窓会何人来るかっていうとすごいですよ、220人です。それぐらい非常にみんな母校愛が強くて、非常に絆が強い。で、今でもやはり僕なんかも一番仲良く遊ぶ友達で、今でもですね、その グループラインでよくチャットしてるメンバーなんかもかなり多いのは、やはり、うちの筑波大附属の卒業生と、まあ、同級生ということを考えると、非常に多分一番語学友という意味では、まあ、その悪友かもしれないですけど、いい友達ができるんではないかなというふうに思ってます。